なんか時差がある感じですよ。海外にいる人ですかね。大丈夫かなじゃあ始めていきますよ。レッツゴー。ゴー役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は人狼です。夜が更けました。 人狼に気をつけ人狼の方あどうしましょうか。うあ聞こえますか。あれ？あ適<あ>当にやります、ね。はい<れ>はいはい。あお部か岡おか岡岡岡部ね。あはい。あ,、ねあはい、ちょっと申し訳、ここさん試合が放棄してるので撃とうとしてる。<laughs> だけどなんかなんかうとうとしてた。 海外勢いぜ、の。海外<夜>な打とうとしてたら、北旗ばっかりで、誰も死にませんでした。言発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。5番村人陣営使用なしです。お願いお願いたします。ちょっとまあトップバッター好きじゃないんですけど、まあ、じゃあ、進行なんかで言いますかね。まあ、ニンなら、例の釣り切りですけど、あんまり最近2ンって見ないですね、場面がね。 まあえー、自,己自己開示始めますけども、私やっぱり白い地黒い位を理由をつけていっていきたいというのがスタンダードな考え方ですね。うん。あとはそうですね、あと30秒あるか。あと私、まあ、一人目の発言で割と墓穴掘っちゃう方なんですけど、うん、そうだな。まあ、ちょっと、あんまり強いこと言っちゃうと、これダメなのかな。 でも言ってみよう思い切ってこの村だからね。だからねえっ、ー、とね、あんまり突飛なことを言う人はね、私ね、そんなにあの怪しく見ないっていう癖があります。ごめんなさい。はい、6番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、占い精査をしっかりすればいいんですよ、このゲーム。うん、占い精査で、真偽を見極めれば勝てるゲームなんでね、うん。まあ、 そういう宿命だからね。このゲームって。<laughs> まあ、何に出てくるんでしょうね。陣害さんは。俺が見える世界線で。って思うんだけどね。<laughs> まあ、左の人は覗いて、891、2345に何にいるのかっていう。まあ、そういうゲームなんですけどね。まあ、 当然自害はグレー精査ってものをするんですけどね。うん。しなきゃいけないんですよね。シンって思われなきゃいけないから。そういう宿命なんですよ。このゲームって。うん。じゃあシンはどういう人だって。グレー精査しない人でしょ。7番のプレイヤーが発言します。うん。なんか6番が不石打ってたような感じはするけど、まあいいや。うん。まあそこら辺は触れないでおこうか。うん。 ま左に、うんちゃらかんちゃらとか言ってたの、どういった感じで言ってたのかな。その視点詰めも2周目で思考開始をお願いしますね。はい。で、まあ、5番さんの印象としては全然ないです。6番さんに関しては、まあ、プラスアルファで使え、付け加えると、まあ、人外が盤面を作って、狂人が盤面を狂わすからっていうような感じです。うん、まあ、そんぐらいかな。 5、6番全然印象がない,ないから、うん。俺まで再生再中にされたくないから、まあこういった構造を、まあ作っておこうかなって思います。現状5、6番さんっていらないなって思いました。はい、以上です。ヒレノです。8番のプレイヤーが発言します。はい、役職しようとありません。 えっと、5番さんに関しては、まあ、興味は薄いかなと。例の釣り切りっていう発言を初手でしてるので、狂人としてはムーブが狭くなってしまうかなと思うから、5番が人外だとしたら狼かなと思ってますね。で、6番さんに関しては、あ、ごめんね。6番さんがね、役じゃなかったら結構釣り縮に入るかなと思ってます。まず5番さんへの精査はどこ行ったのかなっていうところがすごい気になったのと、まあ、なんかね、不思議なことを話してて、あんまりなんか、 なんだろう、ねまあ、占い精査をしっかりというのは同意なんですけどね。ただ、あんまりこう、色を落とそうとしなかったように感じたかな。で、7番さんに関しては、その六 6, 6番さんは印象ないって言ったのが気になってるから、結構印象に残る人物だとは思ってる。から、そこは精査が合わなかったっていう感じ。はい。印象が悪いのは6、時点で7。5番さんに関しては2周目。9番のプレイヤーギャーが発言します。 わかんないけど、6番さんに対する印象に関しては7、8と同じで、なんてうか、6番さんっていうのは、なんか2周目で占い使用して7、白刺すんかなっていうふうに思いましたかね逆にそれがないんであれば、どういう布石だったのかっていうのは2周目説明してほしいと思いました。で、5番さんに関して言うと、なんだろうな、めちゃくちゃ普通のことしか言わない人だなっていうふうに思いましたかね。うん、だからわかんない、本当に色落ちがない。まあそこに関しては2周目1。で、あの8番さんは、なんか7番さんが6の印象に関して触れなかったことに関して、 触れない、触れないっていうか印象なしって言ったことに関して違和感あったけど、僕目線で言ったときに7、78の6の精査って結構同じに聞こえてて、だって少なくとも7番さんってのは、なんだろう、う56いらないって最後発言残してたから、だからそこは印象悪いってことなんじゃないのかなって8番さんには思ったかな。はい。ぐらいかな。まあ、とりあえず発言から、まあ、今日拾えたところはそんな感じでした。はい。9, ー9番さん合は1番さんどうぞ。1番のプレイヤーが発言します。 はいえー、占い師でした、えー。2番さんに白が、えー、出てます、えー。ちょっとね、久しぶりの人狼なんで、うんとどうしようかなという感じなんですけども、えー、とりあえず、霊能が2人出たら、個人的には、えー、釣り切りたいなと思っております。棋士の方は、えー、潜伏かな、とりあえず。まあ、盤面固まって2周目、えー、盤面動置いたらまた指示、えー、させていただきたいと思いますが、そんなところですね。 うんで印象なんですけれども、どうかな。みんなね、結構当たり障りのないこと言ってたかなというところがあります。まあ、8番さん、その中で若干、えー、発言の落ちたかなという気がしますが、まあね、あんまりみんな思い切った話はしてなかったんで、何とも言えない感じですかねで。6番さんがちょっとね、含み持たせたのは何,何かなと思ったんで、2週目そこを発言してもらえればなと思います。以上です。2>, 2番。 ののプレイヤーが発言しまますすすははいいおはようございます村側の人々ですえー、っと、そうだな、まあ、グレー精査に関しては、9番さんが、7、8が6名の精査に対して、あの結局2周目に行ってもらえばいいやみたいな感じで、結局1週目には、えっと、突っ込まないようにしてるっていう感じのニュアンスだったにもかかわらず、9番さんはもう明らかに6番さん占い師いし 匂わせたよねって発言を残しちゃってるから、その9番さんの目線をどう見るかのよう、ね、に、踏み取った上での発言なのか、結局、六、えっと、6番さんのそのムーブがわからなかったのか、まあ、9番さんの発言だけでその要素は拾えてないから、9番さんの2周目の発言にはなるんだけど、九番さんの性素自体は。 僕自身どれぐらい何日にまで生き残ってるかわからないからしっかり2日目2日目でには2週目の段階でしっかり黒い地見つけて釣りてあげていけばいいかなと思ってます。霊能に関しては2週目でちゃんと出てきた。3番のプレイヤーが発言します。何に今霊能に関しては出てきてほしいって発言したのかな。なるほど。 えー、6番、新1番、人外かなっていう目線で見てます。その中でグレイチとしては578、2番の発言、ちょっと最後のほう聞き取りづらかったな。うんん、どうだろう。過去位置あるのか、その辺ちょっとまた2周目にします、2番に関しては。9番だけちょっとムラを受けたなっていう部分があります。4番、発言聞けてないんで、4578っていうところじゃないですか。 えー、5番さんに関しては30秒あるっていうところでね、時間気にしてるっていうところ。6番さん、占い師だからこそグレー、グレー精査しない。占い師そのものだと思ってますね。えー、7番さん、ちょっと暗いなーっていう感じがあったんで、ちょっとグレー位置にしてます。8番さんが6番に向ける役なければっていう考え方がね、あんまり好きじゃないなと思ってますけど、6番の役がなければ釣りたい思考っていうのがね、ちょっと落ち方が分かんない。 のプレイヤーが発言しますはい、そうですね。うーんと、何にもらっていうんですか、ね、これは。村 <laughs> いしか出ないものなんで、まあ、困りましたね。あの、生産はできないんで、まあ、怪しい人釣りましょうっていうしかできないんでね。うーん、あとは、まあ、どういう場面になるか見てね、あの、黒、プロポストに入れようかなと思ってますけども。 うんまあ、したほうがいいと思うけどね。うん。盤面がどうなるかわからないので、うん、まあ、その、どうなるか、まあ、次で見てみます。はい。やっぱり6番さん潜伏ですね。ああ、ヒロちゃん出ちゃダメだよ。ヒロちゃん、俺絶対村かと思ってんだから。っていうか、ヒロちゃん、ちょっと飲みが足りないね、ちょっとね。はい。まあいいや。 れ、もう眠いから、いよ、えー、ね。8番3ね、ちょっと待ってね。8番例のはい、すみません。えっと、で、七白か。やっぱ七白なんだ。七白か。まあいいや。七番さん、その喋り方は損してるよ。その、五六から釣りたいっていうのは別に構わないんだけど、七番さんのその暗いね、<laughs> 言い方で損してる。ちょっと眠いから、ね。まあ、無かもしれないし、ねねまあ。確かにっちさんの言う通り、1位が変わり手が多いにあり得るからね。うん、らちょっとわかんないけど、俺、SG1 にされそうだな、こんなこと言ってると。8番に合わせる、とにかく。8番に、あのー、純粋に合わせたいと思ってます。はい。6番、のプレイヤーが発言します。うん。まあ。 一番つって、でもうね、一級でしょもうほぼほぼ。って思うけどね。一番狼で、俺に勝てると思ってきた狼。で、九番が俺の、えーっと、なんだ、発言でわざわざ、えな、ー、に潜伏占い師って発言で落としちゃってるあたり。人外が盤面形成で、えー、なんだっけ、盤面構築で、なんか、迷って迷ってるのか否か。って思ったんだけどね。 まあでも俺特に主にグレーセサーしませんからね。うん。しなくたって占い能力使えばいいんだから。うん。占えばいいんだから。一番は占い能力ないんだから。だっ占いしかないいんだから。うん。で、どこで4番が騎士で、えー、8番が霊能ってとこだからね。うん。まあ、いいでしょう。もうこれで。 まあ、2番1、2だったら、まあ、二は、9のあれ指摘できてたし、まあ、合点がいったから、まあ、9、1ってとこで、まあ、これでいいよね。あとは占い結果を1個残すぐらいだね。潜伏理由怪しまれるためだよ。指名を落とすため。人狼じゃできないメンバーを取る。これが俺のポリシーね。ってとこで、 今日グレーズいちゃったら9番ね。うん。クロスラダイはしとくよ。懸念、懸念要素として。7番のプレイヤーが発言します。あ、ちなみに、俺、ひれのって最後に言ってんだけどな、8番。会話、うん、する気ないの。で、損してるって何5番っていうのが、そ、ちょっとよくわかんなかった。はい。 6番が9番を釣りをしている。3番はどっか抜けてないって思いました。白先である2番さんを釣れないから、3番9番のタクで5番を外すのっていうような感じなんですけども、6番さんに至っては。はい。で、この後1番さんが待っているんですけども、6番さんの HPT のも考えて、新キャーも考えて6番さん釣りでもいいかなって思ってます。はい。これが俺の思考開示です。 まあ、そんぐらいかなうん。で、え、俺が黒いって思った要素と、で、6、9番さんがないっていう、いう構図、6、3、6、5ある、あるのかなもしくは1番、3番。はい。で、4番が騎士、1、2で囲ってんのかっていうのも、6視点詰めないといけないのにもかかわらず、6はそれをやっていないっていう構図で、1番さんに今んとこ負けてるけども。 大丈夫ですかっていうようなところなんですかうんまあそんぐらいかなうんだったらグレー生産もしないで占い結果だけで進化しとってみてくださいよって思うんですかはい4番さんは8番さんを守ってくださいグレーなんか守んなくていいと思っていますはい以上です8番のプレイヤーが発言します はい。えっ、ー、と、1が狼規定の時って1、13は否定できると思っていて、というのは、まあ、1が6透けてるのかもしれないけど、2分位置になっちゃうんで、1番3って、後半位置に指してるから、囲いあってもかっこいいかなって思ったんよね、後半にいる場合は。だから1、13はないから、6番3の前1級っていうのは納得なんだけど、理由がないからな。5番3をはじけた理由ってなんだろうな。5番3って結局、 私に合わせるとしか言ってないから、色全く落ちてないぜ。私2番さんってまあ9には指摘してたけど、それだけだから、決して色落ちてると思ってないんだよねで。9に関してはちょっとまあ不当な叩きかなと思ってる。7番さんって6印象ないって言ったけど、6番さんって印象強いからさ、そこは全然僕と精査違うけど、ね、6めっちゃ印象強かったからね。印象なくはないっていうことで、まあ、把握漏れなんか、 認識しないかわかんないけど、結構人の叩きだと感じてます。で、サーマーさんに関しては、まあ、一6を信用するなら7って人がやってやっても強靭なのかなと考えると、うん、まあ、5、なんだろう。15か18って言ってほしかったなと思いましたね。そ、まあ、そこはちょっとね、雑殴りすぎるか。<laughs> えっとね、今日グレランでお願いします。359のグレラン。はい。 でキッサに関しては真と思った占いででも大丈夫ですよ僕、真占い神がね、一番村としてやられたくないので、はい。今日グレランですいません。以上。9番のプレイヤーが発言しま,すまあ、6番さんに言っとくけどさ、だから6番さんの、なんだろう、なんだっけ、あと2番にも指摘されたけど、6番さんのなんか布石っていうんかな、なんかそういう匂わせって、まあ、ぶっちゃけいらんし。 なんか村、村視点じゃあ、6番さんのあの発言聞いて、なんて言うんだろう。じゃあ、七城じゃなんかもし七城持ってないんだったら、一体何なんだとしかならないと思ったから、まあ、昨日の段階ではそういう発言した。で、だから、なんて言うんだろうな。ちゃんと僕、グレーセ、なんか、 発言としては、あの、5番さんと3番、まあ、今日、グレランから行くんだったら、僕、3号の欄にな,なるんだけど、で、だから3番さんに関して言うと、まず3番さんに関してはいきなり、その6番の、あの発言から真におけるっていう発言は、僕、全然わかんなかった。これ、2週目になってどう変わったのかっていうのは、3番さんに聞かせてほしい。で、で、それ次第で、あの、3番さん行くか、5番さん行こうか決めようと思ってて、で、5番さんに関して言うと、まあ、所定値とはいえ、申し訳ないけど、ちょっとあまりにも発言伸びんかなっていう感じかな。だから、正直僕、3号両方か、どっちでもいいと思ってる。 占いの審議に関しては、7の発言がクリティカルだと思ってて、だから斜め本当に6っていうのは、なんだろうもし、真であればちゃんとグレー精査してほしい。だからグレー精査が、そこがないと、村目線、どっちが真とか偽とか、もう全然分かんない。だから僕、基本的に占い師の精査するときって、なんて言うんだろう、こうグレ,ーグレー精査が自分と勝ってきり合う方をとりあえずは真に見るから、まあ、もちろんそのライン切りとかそういうのも見ていくけど。 うん、だからそこの発言は絶対してほしい。だから斜め線で6がいらないという視点はすごい僕と合ってるなって思いました。ぐらいかな、今日思ったところは。はい、1番さんどうぞ。1番のプレイヤーが発言します。はい、えっ、ー、とー、まあ、1周目の自分の発言、そんな伸びてないというふうに自覚してまして、えーまあ、6番さんが潜伏した理由も、まあ分かるは分かるんですが、まあ、あのー、 まあ怪しいのは怪しいのは分かります。ただ、9番さんがそこまで、えーまあ、自分、芯打って、6番さん、偽打つっていうのも、なんかどうなのかな、かつ3番さんと5番さん、両方に平等を向けてるっていうのが、3、5、9で絞りましょうって言うと、8番さんの発言に対して、すごく自分を守っている感じがします。 えので、えー、現状3人で選ぶとしたら9番さんかなと思っております。そして7番さんなんですけれどもお6番さんから白打たれてるにもかかわらず6番さんを切っていった。えっ、ー、とーまあ狼同士でライン切りしてるかっていうところを考えられることは考えられるんですけどもまだこの盤面でそれをやるの早すぎるのかなと思っていて7番さんは。 比較的白いかなと思っておりますので、えー、うん9番3黒だとすると、まあ、6番3強靭もしくは黒あとは353でどちらが黒っていう感じなんですけどもまだちょっと絞りきれないなと思ってますうんひとまず今日は9番3いきたいなという感じです 2番のプレイヤーが発言します。 はい、お願いします。順番に話していきます。釣り位置としては3です。3の理由としては、3番3は6を死んで禁止と発言をしながら7をグレーに入れてる点が明らかにおかしいと思ってる。6の白先7は6を死んでおくなら7は白だっていう目線を持たなければ7にもかかわらず、7番は発言が暗いからグレーだよって発言をどうしてるのは明らかにおかしいと思ってるから3を釣ります。9に関しても怪しいところはあると思ってて、えっ、ー、と、僕が言ったのは、えっ、ー、と、6が7白を布石打ってることは、まあ、 村目線ほぼほぼみんなわかる盤面だから、7の白持ってなかったら何なのっていうのはみんな目線思うはずだはず、はずだから、9番さんがわざわざそこで言及する必要がないのかなとも思ってる。確かに6番さんがあそこでわかりきった伏線を張る必要もないとも思ってるけど、9番さんにも言う必要もないとも思ったから指摘をした。プラス9番さんの6を2接 c してる視点は信仰の違いでしかないと思って、6はグレオスは占いを 占い師だからいらないって言ってる、9は占い師はグレーを占ってほしいって言ってる、売ってるから6は偽だ、偽っぽいって言ってるけど、それって6と9の進行の違いであって、6の偽する要素ではないなと思ってる。僕が6を偽世してる要素は別であって、6目線で占いで結果が分かるからグレーは精査しなくていいっていう発言自体が僕は成り立たない、ないと思ってる。6目線でグレーを精査しなきゃ占いで黒を見つけることはできないと思ってるから、 まあ6目線でグレー精査してもみんなには伝えないよって意味なのかもしれないけど黒を見つける気があるなら自分の中でグレーを精査して占う位置を決めるべきだと思ってる3いきます3番のプレイヤーが発言しますはい3番ですこんにちはといですね2番が私に固執して私の要素として6番が7に布石で白を出してるにもかかわらず7番に暗い印象というところね 5番さんも同じ発言してましたけど、2番さんって私にだけ固執する人なんだなぁと思いましたけど、まあいいんじゃないですか。2番さん残ってたら負けるような感じがしますけど、まあいいや、弾いとくしかない。片代ですからね、2番さんって。まあ確かに私は6番の布石、目線が見えてたはずなのに、7を候補に入れてたというところで、ね、2番に言われる前にも気づいてたというところ。九、うん、を見る思考は、あれ 9を見る思考6番に対しては9を見る思考はちょっとおかしいなと思ったんだけど9番は1周目1番っていうのは1周目の発言では結構村っぽく見えたんだけど6番が9を押しているところで1番も6、9の身内切れを感じて9番投票ね、うん、9番に関してはえ私の発言次第で3号どちらかするってやり口が汚いなと思ってますけど9番さん 結果あなたは釣り一明示できず色すら落とさない人っていうとこですけど5番さん2周終わってるんですから5番さんに対する精査入れたらよかったんじゃないですかと思いましたけど5番さん薄いんだよな発言がうんそういう観点であれば9番が6を必要に人外で見てるっていうのもちょっときな臭さあるんだけどああ、5を詰めるかな4番 のプレイヤーが発言しますうん、例のがまあ3、5、9って言って、で、2番が白いくて、その白い人が3番って言ってるのが3番でいいんじゃないうん、8番として2番で白、8番例のだし、2番で白かったけど、だ、まあ、3番でいいんじゃないうん、アンズ1択でしょ、以上。はっ、ずっと、いや、いいかよ、九ってどっちよ。 誰だよ岸3番じゃねえよな、うん、俺急ずり回避するためってか1も占い師なのこれ3番の話だと12なの3番のプレイヤーが発言します い,いや皆さん4番の棋士が一本指定してんだから指示ぐらい従えよ皆さんえー、どうなんだよ5番に投票してれば、えー、号泣の乱になってたけど死んであげるよ2番と4番が私を怪しく見る構図なんだから例の結果で、えー、結果を出したいなと思ってるそういう観点で6番さんに、えー、占ってくれるっていうことだから黒出して うん。たとえ白であったってもしてもね、黒出して、もうあなたの芯が上がりますから。その後1番釣ればいいから。大丈夫でしょうん。あ、ダメか。負ける場面になるか。まあいいんじゃないですか。まあいいや。ちょっともういい。俺もうちょっと疲れた。もういいや。えー、っと、4番がえ8番からの指定で、えー、3番で、え、なんだっけ ?4 番って誰にすがって言ったんだっけ ?8 番はただ全員のランテージしただけで。 2番が白いから2番の指定に合,う合わせしまあ普通に、なんだろう、実質点で3号精査した時に3番の方がまだ発言伸びるから、今日いらなかったの僕は5番だと思いますけどね。うん。で、なんかまあとりあえず、えー、何なんだろう何がそんな気にくんのやろえー、だから、まあいかも、なんて言えばいいんだろう。だからそれぞれ突っ込みたいところはあったけど、 うん。なんて言えばいいんだろうな。ごめんなさい。あんま、あの、ごめん。今日釣られるか、なんか、決戦投票になるまで考えてなかったから、あんまり何も考えてなかったけど、まあ、とりあえず、実際の話をしたときに、3番さん5番さんじゃあどっち入れるんですかって言ったら、まあ、とりあえず僕は5番さん入れたんだけど、まあ、理由としては3番、なんだろうな、結局、なんだろう、5番さんって、もう8番に任せるという発言しかなく、で、もう、 そんなのはいらんかなと思ったから3番に比べたらで3番もなんか今日の発言聞いてまあ村なんかなって思ったかなはい全プレイヤー若者よそう簡単に結論を急ぐな 夜が更けました。人狼に気をつけてどうしますもう、占い紙しましょうか。芸能連絡しますか。芸能占いでいいよ。自爆するよ。うん。あう、占いいきますか。うん。いいい分かりました。うんど。どっちかいどっちでもいいよ。好きな方はい。うん。たぶん、多分8万ぐらだから、めっちゃっわれるりどたぶん。はい。 昨夜は一名の方が亡くなりました。二番のプレイヤー。だからそっち噛よ。何考えて一噛んでんだよ。なるほどね、そういう順番ね。7番さんに関してはずっと無投票の理由を教えてほしいから、7番さんに関しても一つ。 えっと、片のだから一日目は言わなかったけど、6, 6番さんって明確に2を, 2>, ま2を囲い回ると思ってるから、2をクロス占い<た>スするよりも、3にも関7番さんは6は2の囲いを追わないのがおかしいって圧力を残してるから、そこ気になったから。結局、まあ6は9を占ってるんだが。うーん、そうだね。6番さん目線、61で9に入ってた段階で9に占いを持ってった理由がちょっと僕にはわからないかな。 えーと、そうだね。一番さんっていうのは、二回とも9に入れてるよね。うん。その目線で6が9を占う理由がちょっと僕には理解ができなかった一応、狂人で置いたのかな。うーん、様マさんに関しては、地図りを知してはいるかそこで狼否定はできないとは思ってるかな。 うん、まあ1かまりかまり点で6から行きますね。釣り位置としては。現状7番さんが投票しないから投票で、えっ、ー、と、例の,の仕事ができなかったと思ってるんで、7番さんに関しては投票の、投票しなかった理由を教えてほしいかな。うん、1の地紙もあんま追えないんだよね。わざわざ地紙する必要はないと思ってる。1強化。 3番のプレイヤーが発言します。はい、3番です。こんにちはというところですね。2番の信念はそんなものなのかと思いましたけど、初日からえ永遠と私を投票してんだから、今日も投票したらどうなの、2番さん。え ?1 が買われてる構図から6番が急に黒を打ってるから6級の精査ですか初日から執要に私だけを注視し投票してんだから。 今日も投票すればいいじゃない ?2 番さん。えなんでそんなに思考を開示する思考が転換するの恐ろしいですね。昨日やった行動が今日になって私を放棄する思考ってぶっ飛んでると思ってますけど、そんなものなんですかあなたの信念って。面白いなと思ってますけど。えー、っと、今日、自投票します。えー、4番と8番から昨日しっかり投票を入れられてることで、 皆さん目線、しっかり信仰者に対しての指示には従うべきだと思ってますけど、2番さんどうですかこれを言われてもなお私に投票できない。自分の信念を曲げて6番に投票したい口ですかとだけ言っときます。私が今日釣られない場面が生まれれば、永遠と2番に投票してやろうかなと思ってます。2番のこの思考を理的として考えてる。 私の行動が利敵とした行動ではなく人外とみなして2番に投票するということです。なので皆さん私に対して利敵行動とは取らないでくださいね。嫌ならつれえ !4 番のプレイヤーが発言します。うん、まあ3番も嫌にならないで今日き6行くしかないでしょ、村支して。1番噛まれてるんだから時間見て思いにくいんだから16まずロラって。 ええー、と、あの、その後考えりゃいいじゃん。その後2番が黒いと思ったら2番に行けばいいんだし。他が黒いと思ったら他に行けばいいんだし。とりあえずまず今日6位行かないと PP とかあるんだからしゃあないっしょ、もうこれは。最後6行って。あとはもう最後はもう村が殴り合うっていう展開っすよ、もう。とりあえず、ねえ、わかんないけど一が生まれてるってことは1が死ぬ可能性があるってことなんでしょだから6釣るしかないじゃん。 さすがに3釣りはさすがにないよこれしてうん村してさすがにね3釣ったらやばいでしょ13むらむらだったらもう負けだからねだから16をまずラッとロラスして1陣害するこれが村のためですはい5番のプレイヤーが発言します これ3番なんて絶対無駄でしょ。<laughs> 最初に2、3、4で3番自分で投票してるし、自投票。4番さんが指定してやったからしょうがないよね。でも笑っちゃうのはヒ、ヒロス、ヒちゃんが3番さんをいさめるのは笑っちゃったね。3番が4番をいさめるのかなと思ったら逆だからね。それが笑っちゃうよ <laughs>。まあいいや。えっとね、土地さんはね、自投票やめてくださいこ。今回はね、6番さ死んでも連られてくださいと言ったところ。 まあまあ私はね、9クロっていうのは結構しっくりくるんだけどな。だって、バ番さんって私、最初に突飛な発言をした人は私村で見るって言ったけど、バ番さんそれに対して私普通のことしか言わないって言われちゃったから、俺、教師抜けしちゃったんだけどね。あ、その言ったことは俺、普通のことなのかと思って、自分自身の発言ながらも、あんまり怪しめられないのは珍しいなと思ったんですけどね。はい。まあ、私自身の存在が、 ね、喋り方が怪しいっていうのは分かるんだけどさ7番さんそういうことね7番さんの暗い声と私のわけ分かんない喋り方がなんか人眼に見えるらしいよ、まあ、話の内容よりもね話し方なんだよね話し方、まあ、ジェスチャーは見えないからさ、まあ、3なんか完全に無駄だと思うし2番が3番を必要に追っかけるのはなぜかなと思ってます番いきます6番のプレイヤーが発言します うん。強い村なら今日9番だよ、正直。占い精査なんかもうついでね、とっくに。1日目から。1たつ1は2レベルだよ、こんなの。1番と6番を比べたときに。人外だとどっちのムーブを取るか。うん。1番みたいに新名を取って村を騙させようとするんだよ。俺なんて村一つ、一つ騙せないだうどう考えても新名取ってないんだから詐欺師と一緒なんだよ、1番は。1番が <laughs>、 えー、地上するメリットは、だって9番今日釣られたら負けなんだから、1今日。で、俺のシーンが透けすぎて、占い髪を選択した漂白髪。9番の相方が、2、3、5なんだけど、うん、3、5はないでしょ。3番に感謝だって、狼であれ言ってると思えないんだよね。俺が狼だったら無理だわ。そのムーブ。うん。<laughs> って思うし。 まあ2番がすごい粘着されてんなって印象、俺に対して。かな。だから急にローロー一教人かな、うん。1番は中途半端なムラリばっか出してるからね。グレーセーサーっていう。うん、シーンもするけど、偽もするんだよ。人界も。中途半端なムラリ出しすぎてって感じだね。もう。 ねもう,もういいから俺釣りとかもうしつけてるでしょどう考えても今日は番だよ7番のプレイヤーが発言します 8番のプレイヤーが発言しますえっと、ね、まず3番さんに言うと、僕は5番さんに投票してるし、3級のランになったんで,で、9番さんで1と6から票が入ってるので、まあ、オオカミはないだろうと思って、3番さんに投票してます。3番さんのオオカミキャンセル理由は特になかったので、申し訳ない。ただ、僕は5番、5番さんをついたくて、5番さんに投票してますので、諦めないでほしいですね。別に3番さんが陣外なんて言ってもないし、3と9で比較した時にっていう話なので。 5番さん100%オカミだと思ってますね。9番さんってオカミ足りえないと思ってます。9がオカミだった場合、4が3指定をしてることから、9番さんは3に入れればいいわけだし。走らすか。走らすか。いや、ちょっと今日は6を落とさせてください。今日は絶対6落とし。9の、92とか、まあ、92か。いや、9オカだったら俺3いくと思うな。<laughs> えっとね、七が強人だったら、一に占われようとして一2世って叫ぶと思うんですけど、二もせず切れた。<laughs> <laughs> はい。えっ、ー、と、とりあえず、九は狼だと思えません。すいません。ちょっと六を落とさ、六を落としましょう。六を落としましょう。柱か。 野球9オカミは追えなくね柱って何なのが67で囲ってるかだよね。はい。ちょっと6を落として、7はどっちみち死んでるので、とりあえず6を落としましょう。はい。9番のプレイヤーが発言します。 まあ、なんていうか、みんな楽しくやろうよっていうところと、で、まあ、実施点は、まあ、まともに考察していくんですけど、まあ、実施点はすっきりして、6の偽がつけました。ただ、6番が狂人なのか、ローなのかっていうのは、まあ、まだ分かんないって感じですかね。うん、だから、正直、まあ、分かんない。まあ、まあ、なんだろう、だ番さんは現状、昨日、 いや、だから、橋が柱する人とか、なんか、話さない人とか多くて、あんまりまともな考察はできないんだけど、まず、5番さんに言っとくけど、僕の、僕の視点で言った時に、まず3号 ?3 号を比較した時に、どっちがいらない、あの日いらなかったんですかって言われたら5番さんの方だと思ったから、昨日は5番さんに入れさせてもらいました。で、ただ今日5番さんっていうのは、その発言があったからかわかんないけど、僕の苦労っていうのをすごい納得してるってのが全然わかんないかな。うーん。だからそこに関しては5番さん引き続き引っかかっている。 で、で、ただ2番さんに関しては、なんだろうな、だから、その3番さん、3番さんを村で置いたときに、なんかその2番さんが、なんていうか、狼だったときに、ひたすらその3番さんと戦う構図を作ってるのかなっていうふうにも見えたって感じでそう、狼。まあ、ぐらい今日思ったところ。とりあえず今日6番さん入れて、また明日みんなの話聞いて、まあ、なんか自爆た、注射していけたらいいかなって思いますかね。ぐらい。はい。いいじゃね。9番もう6よ。6あれ、死んだろ。6カメよって思うレベルだから、もう。 どんな特性しようもう。どうやってやっから、もう六にせで、八の石に従って。ってい村で置いて、二白で、三五ランにしますってや、言うかな。で、ピーピーね。<laughs> <あ> <laughs> 俺は噛まれますから。追放されるプレイヤーは、六番。六番の遺言を発表してください。ああ。 よかったね、9番。シンが連れて。いや、でも9番占った理由って言っても、俺も発言で9番一周目からもう狼透けたなって思ったよ、うんで。1級かなって思ったけど、一番が噛まれている構図で、じゃあ、一番が地上するかっつったら、狼戦略としては弱いから。 ってなってくると強人説になるから、ってなってくるとじゃあ次の第2、第2ヒット位置が2番になって、3番5番、5番だった場合は、えー、ゲームウィークができていないんだよね。うん。あれだけ、要はそのぶっ飛んでる発言してあんま黒く見ない傾向であるって発言で落としちゃってるからね。じゃあ5番が狼だった場合黒塗りする要素がかなり自分自身で狭めてることになるから、あんま考えにくい。 で3番に関しては2番に粘着をしている構図。周りの目はあんまり気にしていない。勝とうとしていない人物。だから3番もキャンセル。ってなってくると、9番が一番頑張ってんだよね。グレーセンサー中途半端なムラり出して、えー、挙句のげくな果てに、なんだっけあの、5番と3番でいらないって言ってんだよね。いらない方って。最初は3番、5番の発言が聞いてって言って保険を立て、そして5番、いらない。狼だと思って釣りたいじゃなくて、いらないって落としてるから、 仮に、じゃあ5番連れて例の結果、白だった場合でも9番って、いらないって発言を落としているから、ヘイト買わないんだね。だそういうとこは透けてんだって9番。<laughs> はい。まあ本、本戦9に。夜が更けました。人狼に気をつけてください。人狼の方は。じゃあ8回見ましょう。発 8, 8はい。 7、士じゃないごめんなさい、失言<俺>しちゃったから。いや、いい、大丈夫。あの、3、5進めるから。だから、1, 1、死んでおくから。はい。ちょっと、なかなかおっしる。進めるから、無理くり。うん。はい。いや、急ずりじゃなくていいから、3か5に入れて、もう。着夜は 1>, 1名の方が亡くなりました。8番9番のプレイヤーが発言します。うん、とりあえず昨日の <laughs> 段階で言うなら、僕は5番さんに傾いているという発言をしときます。ごめん、あんまり正直。昨日とあんまり盤面盤面というか発言位置的にも変わってなくて、あんまり思考は落とせないんだけど。だからまず3番さんに関してはあの決戦投票になった日に日があってでその時に。 なんだろう。いや、まあなんだろうな。まあなんかちょ、ちょっとフィーリングみたいになっちゃうけど、あの、なんだろう、まあ狼ではないのかなっていう行動自体が、まあそういうふうに感じてます。だから、で、5番さんに関しては、まず1周目に、なんだろう。だから1日目のあの発言を聞いたときに、まあいらない、僕はいらないっていう発言をしたんだけど、だから、で、結局今日の日に、次の日になって、まあそこが不快だったのかわかんないけど、なんか急クロはしっくりくるって言って、で、3番さんとかの考察は、まあ、 正直言うと自分と一緒なんだけど、まあ、だからそこが違和感って感じから、ごめんなさい、あんまり発言伸びなくて、僕は今日5番さんに傾いてます。お願いします。2>, 2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。現状は僕も5番さんかな。5番さんの理由としては、えっ、ー、と、一つは9の黒理由が6メスに納得いくっていう理由が僕には分からないかな。16って 1, 1日目の 一回目も二回目も9に入れてる段階で、一六新ーだと9って100パーないし、一六新強だとしても、真の占い師が9に入れてたら3に入れる目線の方があるんじゃないかなって思ってるんで。まあ、その目線で思考録ーしないと思ってるから、9が絶対真村かって言われたらそれもないんだけ5に対してのもう一つの要素としては、 えっと、二日目の時に2がまだまだ3を周到に見接種してるのが気になってるって言ってたけど、僕って2周目の段階で3は結局自ずりしたからどうなんだろう。でも、狼で自ずりはしないだろうっていうので、村寄せはしないからもう一回発言聞いて清掃するって言ってるにもかかわらず、その発言を聞かずに5は2をずっと、2が3をずっと見接種してるっていうふうに墓漏れしてたのが気になってるかな。 この番面、えー、っと、ミスったら PP になるんだよね。二人外残ってて、2、4、6番面だよね。うーん、三番さんに関しては、しっかり自分のグレースケールを落としてくれないと三番さんの色がわからない。三番さんの結局の2日目の発言で色ってのが全くつきれなくなってしまったと思ってる。3番のプレイヤーが発言します。 3番です。こんにちは。別に2番さんのためにやってないんでね、申し訳ないですけど、怪しいと思うなら私投票すればいいじゃないですか。遠回りして5番に投票してから私に行く構図作らなくていいと思いますよ。2番さん、怪しい。えー、色が落ちないんであれば私投票してくださいよ。初日からそう思ってたわけでしょ。えー、3番と5番が7番に対して暗いという要素を出してるが、えー、3番にだけ執着して押してきてるんだから。 最後の最後まで私釣りっていう発言をあなたは昨日残してますよ。それを私ははっきりと覚えてるから2番に粘着してるんです。違いますかってとどうですね。 えー、6番が人狼軸であれば、えー、6号人陣7強人かなっていう目線で見てます。6番が真であれば、9人人陣かなっていうところです。9と5に関しては、LINE が確実に切れてる場面、互いに投票し合ってる場面があるんでね、決戦になってもなお、なお 5, は5は9に投票してることから、合計の LINE はないことから、 濃度的に高いのは92人人かなと思ってますけど。どうします ?5 番さん。なんか釣られそうになってますよ。9と2から。えー、援護したいなと思ってます。5番さんが行きたい方行きます ?5 番さん、どっち行きたいですか ?9 と2。合わせます。えー、4と7、どちらか。あ、3、6か。厳しいな。7って俺に粘着してたいな。確か昨日投票で。まあまあいいや。7番の票はいらない。 えー、4, 4, 4も表を合わせてくれたらなんとかなるかもしれない。5番さん、どこ4番のプレイヤーが発言しますうん。今日は5行こう。最悪6強五3強もあるから。普通に考えてれば、6ローなんでしょ。8番の言うもん通り、9点見えにくいし、6ののあれは、今日5番に行くよ。で三三6強3強まで見えちゃってっから。6の視点って、92ってあるわけねえと、九2だったら6カメでしょ。 <laughs> 2番が、ローだったら、なんでわざわざ1噛んでんのって話だから、もう人外でしょ。視点がおかしい。うん。っていう、もう、だからもう、だって1が、1が死んだら2が白でしょで、8の人にと9って黒が見えにくくなるでしょ ?6、9のローロー学校ってあるわけないんだから、6、5、6、3か6、9、9 5、3、ローローとかになると思うから、3番もね、あのもう、 65で追ってんなら5番いきゃいいじゃん。それを <laughs>、それを2番に持っていくってかなり無理だって。まあ、6人ぐいでしょ。うん。ってことは3番か5番いけば安杯でしょ。7だったら噛めないんだから。だから今日5番行こう。でね、終わればもう1番いいけど、終わんなかったら俺がもういないから、あとはちゃんとやって3番村だったら。人ぐらだったらそのままでいいけど、今日5番ね。5番行こう。5番のプレイヤーが発言します。 ま、ヒロちゃんにシュミレーションするけど、5番を釣ったら、ヒロちゃんが噛まれて、え、2級人々で、あの、試合終了だからね、PP で、村川が負け、村川が負けね。で、ヒロちゃんにもう一つ言っておくのは、2級ロ朗ーーだった場合に、だよ。2級朗ロロだった場合に、1を噛もうが、6を噛もうが、どっちが強靭でも構わないの。どっちが強靭でも構わなければ、どっちが残されても、シンガを残されたとしても、偽で終われちゃうから。 私の言ってることなんとなく分かりますかね。なんとなくでいいんですけどね。まあ、つまりですね、今回は9番さんに最終的に投票します。9、ま、番、あ、さん連れないのは、7番さんが寝,寝てたからかなと思って、7番さん全然投票してくれてなくて、私も前回投票しなかったんですけど、7番さんやっと起きたっぽいですね。まあ、7番さん声が暗いっていうだけであって、別に7番さんは私は、えー、人外としては思ってないですからね。ひろちゃんは岸であれば5番に入れないこと。 4番に命令します。はい。じゃあ、ここは9番にお願いします。7番さんも村でしょうから、9番さんにお願いします。7番のプレイヤーが発言します。 全プレイヤーのはっ <laughs> 俺を選ぶなんて悪い子だな 7番さんは結局どこに入れたんだ ?7 番さんは3番さんか。7番さんは、あ、またあれだ、はは、放棄,放棄してるんだ。ああ、なるほど。7番さん、倹眠してるのかななんか寝てるっぽいね。<laughs> これ、7番が無理だったら勝てないじゃん、絶対。<laughs> もうすでに PP で負けてるようなもんじゃん。<laughs> だって、3、4、5が息合わせてちゃんと人道に合わせなきゃいけないんだよ。それ4番さんが、あのー、頭もいっちゃってるからね。<laughs> 4番さん失礼なこと言って申し訳ないね。実際に私から見れば、4番さんいっちゃってるように見えてるの。言ってなければ9番さんお願いします。悪口言って申し訳ないね。9番のプレイヤーが発言します。はあ,あ、自視点で拾える まあ5番のおかしい要素としては、まあなんだろう。あんまり発言変わんないんだけど、だから5番っていうのは昨日の発言の中で、なんかすごい、こいつ7にすり寄ってんなっていうふうには思いましたかね。だから5番視点で、だから僕昨日 <laughs>、結構7番さんに関しては、もうなんかもう2日間聞けてないけど、まあそこは置いといて、だから7番っていうのはまず初日の発言の中で、まあ結構いきなり5、6釣りたいとか結構、 あの、目立つ発言があって、で、精査としてもそこ、7番っていうのは6の偽を追ってる人物だから、僕の中では結構白いと感じてたんですよ。じゃあ5番目線で、じゃあ7がそんなに弾ける理由って何なのっていうふうなところは、まあ、村に落としときますかね。はい。とりあえず今日は5番さん入れてください。お願いします。全プレイ。<laughs> 俺を選ぶなんてな。投票もだれいよな。早く終わってほしいわ。投票もだれいよな。7番いつ起きるかどうかもしれないしよ。噛むとこねえじゃん。

ごわん申し訳ないね。俺、狼なんだよ。7番が寝てるからね。俺、別に俺たち悪くないからね。うん。うん。これでね、もう7番カミカミでもいいっすわ。7番カミカミが超絶安杯なんでね。これ、騎士で守ってるかもしれないから、7番カミカミしますよ。2番、3番に騎士いるわけにいいけどな。3番はないからね。2番カミカミでもいいっすよ。 まあ、7番でも2番でも。夜が吹けました。人狼に気をつけてください,、はい。もう、ま、人狼は任せます。どこでも、まあ、噛んでもらえれば。う、ね、ん。はい。うん。まあ、2番が7守らないでしょ。さすがに。2番だとしても3番はないから。これで7守られたら、マジで俺もバラ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 っちゃう。俺、れ本当に。そしたら面白い。<laughs> いまあ、2番。でも、2番か7番だと思うけど、7なんじゃない 出るでしょいくらなんでも。いくらなんで, <laughs> でも2番が俺に従うわけねえだろ。<laughs> あの、確定人外。いや、もう終わったから。7はかん。終わったから。着は1名の方が亡くは、ピーピー、うん。2番が従うわけねえから。1番。1位だったら俺に。俺。人勝利も衝撃の展開。<laughs> 衝撃の展開。え ?7 番でもねえ